車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。11月12日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。はい、この1週間はですね、なかなかね、大変な1週間でしたね。株とかやってる方はね、日経平均11月9日ね、まあ、大乱高下しましたので、まあね、笑った人泣いた人それぞれあったのかなと思いますけども、私はね、今年はね、この11月9日ですか、去年はね、トランプ大統領の選挙がありましたね。あの日ね、すごい勢いで下がりまして、私はもう涙しましたけども、今年の11月9日はね、ホクホク顔で過ごすことができて本当に嬉しい日でした。なので、ね、この1週間なかなかいい1週間でしたね。来週もね、またね、このね、ペースでいい1週間になるといいなと思いつつ、今このね、ラジオを収録しています。それでは早速参りましょう。今週の自動車ニュースフラッシュ。まず11月6日月曜日です。マツダが2019年に小型のロータリーエンジン搭載の電気自動車をアメリカとヨーロッパに投入すると発表しております。あとこの日ですね、トランプ大統領が対日貿易赤字に不満を漏らしております。後ほど詳しくお伝えします。次の日、11月7日火曜日ですけども、日産がね、5工場でノートですとかリーフなど生産再開をしております。と同じ日にトヨタ自動車が決算発表しておりますね。今期一転して増益になっております。あとはアメリカの Google ですね。 Google 系の自動運転の会社の Waymo ですが、こちらがアメリカの公道で運転席に誰も座らせずに自動運転の、試験走行を始めたと発表しております。続いて次の11月8日水曜日、この日が日産が決算発表しておりますね。リコールなどありましたので、かなりの厳しい結果ですか。3月期、2018年3月期の連結営業利益が前年比 13% ダウンということで発表しております。あと8日水曜日はですね、日本カーオブザイヤーの10ベストカーが発表になっております。次の日、11月9日木曜日です。日産自動車とスバルですね、こちらが今年のカーオブザイヤーの選考対象辞退していたことが発覚しましたね。ということで、まあ、10ベストカーの中にもね、もう入ってなかったので、まあ、この辺先にね、まあ、業界として、この日産とスバル、ね、今年のカーオブザイヤーは辞退しますというのがね、まあ、随分前もってね、決められたのかもしれませんね。あと同じ日、マツダがデミオに一部改良を発表しております。あとホンダの、ね、N1、 こちらマイナーチェンジ情報がいち早くウェブサイトに先行公開されておりますと。実際のマイナーチェンジは来月の、ね、下旬ぐらいということなんですけども、まあ、今年最後 の方ですよね。12月下旬なのでマイナーチェンジになっておりますと。11月10日金曜日、こちらがマツダがですね、ロードスターとロードスター RF に一部改良を実施していますね。あとはプラスでロードスターに特別仕様車って言ってますね。レッドトップっていうね、ホロの部分ですか、あそこが赤くなる、赤いというかワインレッドっぽいですかね。そんな感じのホロをつけるみたいな感じ、それが12月14日に発売するということを発表しております。あとホンダの、ね、新型 Nボックス ですけども、こちらがなんか特定非営利活動法人日本自動車電動っていうのがあるんですね。こちらが主催する、日本自動車電動カーオブザイヤー、こちら受賞したそうですね。なんかね、初めて聞いた名前ですけども、 Nボックス が受賞したそうです。という感じのね、1週間でしたけども、まあ、ちょっと細かく見ていきますと、小型のね、ロータリーエンジンですか、こちらをね、発電専用に使うことで既存のね、 EV に比べ走行距離を2倍にしますよということでね、マツダがね、この技術力、ロータリーの技術力を使った新たなね、EV、 なんか EV って書いてますけど、これ EV じゃないんじゃないかと思うんですけども、まあこういった技術を発表しましたけども、まあね、普通ね、こういうね、割と好感触なニュースが出ると、マーケットがね、材料視して株価上がるんですけども、このニュースがね、発表になった時ね、マツダはね、全然材料視されてませんでしたね。まあ、割とこの大きなニュース出した時ね、割と株価上がっていいんですけども、55円安と、ザラパで 3% を超える安値ということで、まあそりゃそうですよね。だってこれやってること E パワーと同じですよね。なんかこれ EV だって言ってますけどね、エンジン積んじゃってるし、ね、充電をねロータリーエンジンでしましょうってことで、まあ、あまりね、まあ、ロータリーが復活するというのは嬉しいニュースかなと思うんですけども、
ネタとしてはね、e パワーに先越されてますんで、まあそんなことでもなかったなと。なのでマーケットはね、冷静に見たかなって感じがします。あとトヨタ自動車ですね、決算発表しまして、ね、一転して増益になりましたねってこと、これ驚きのね、まあ、サプライズのニュースだったのかなと思います。ただしですね、まあ今回車のね販売台数としては結構厳しいものがありまして、為替がね円安方向行ってくれたのと、想定為替レートがねトヨタって結構111円ぐらいでしたっけ、111とか110円ぐらいの想定為替レートに対して、今為替がね113円ぐらいなので、まあ伸びしろというかバッファーがあるので、その分でなんとかねこう増益の方になったなということなんですけども、これ副社長のね言葉に全て出てますね。実力としては現役だというコメント出て発表してますので、まさにそんな感じで、厳しくすると本当に実力としては現役なんだろうなっていう感じがしますが、為替に救われたなという感じがしておりますね。あと日産とスバルはね、日本カーオブザイヤー、あとは RJC カーオブザイヤー、こちらの両方から選考対象からね辞退するということで明らかにしておりますけども、まあ、一連のね不正問題が原因なんですが、スバルはね昨年インプレッサスポーツ G4 で日本カーオブザイヤー受賞してますし、日産もね昨年その RJC の方でセレナがねカーオブザイヤー受賞していますので、ねお互い両方とものこう頂点、王者がね出てこないという、まあ日産もスバルも辞退ということで、なんだかね昨年の王者欠場ということで、随分ちょっとしらけちゃうなという感じがしますけども、まあ、そんな中日本カーオブザイヤーのテンベストカーが発表されましたと。まあ、日産とスバルがいないんですけどね、鈴木スイフト、トヨタカムリ、レクサス LC、 ホンダ NBOX カスタム、マツダの CX5、 アルファロメオジュリア、 BMW 5シリーズのセダンとツーリング、あとシトロエンの C3、 ボルボ XC60、フォルクスワーゲンティグワンということで、このね10ベストカーが発表になりましたけども、どうですかこの10ベストカー。でも若干このラインナップ偏ってますよね。カーボザイヤーで例えば LC とかね、レクサスの LC ですよ、じゃじゃーんってなるのはちょっと厳しいよね。民意というか、まあ、世論があんまりこう受け付けないですよね。なんかその国民に手の届きにくい車にしちゃうとね、親しみのない勝利になっちゃうので、まあ私としてはその NBOX あたりでどうかなと、バカ売れしてますし、NBOX あたりがこうカーオブザイヤーとしてはふさわしいんじゃないかなと思うんですけども、このカーオブザイヤーね、その過去に最も高価な車としては、レクサスの LS460 が選ばれたことがあるんですね。何年か前ですけども、ただこう親しみのない賞になっちゃいましたけどね。でもまあ時は LS がね、まあ、カーオブザイヤーということでかなり驚きましたね。国民の何人がこの LS に乗ったことがあるんだと思いましたけども、この時はね割と勇気ある発表だったなということで、私度肝を抜かれましたけども、このね、カーオブザイヤーでは軽自動車がねカーオブザイヤー受賞したことが一度もないんですよ。でなんでかっていうと、まあスモールモビリティ部門みたいなね賞があって、大体こっちにカー、軽自動車回されちゃうんですね。で、RJC の方では、軽自動車受賞したことがあるんですけども、この RJC じゃない方のカーオブザイヤーはね、軽自動車が受賞したことがないので、まあ、今回のこのホンダ NBOX はね、やっぱ受賞できないんだろうなと。やっぱこのスモールモビリティ部門、だってもう軽自動車この車しかないから、もうスモールモビリティは決定だよね。なんか結構しらけたお粗末なラインナップだなと思うんですけども、じゃあ1位は何ですかと。カーオブザイヤーに受賞するのはどれですかっていうと、難しいね。鈴木スイフトってとそんなにこうねおーっていう感じもなかったし、やっぱなんかそのね一昨年ぐらいのマツダロードスターとかっていうのはもうなんか鉄板で、あいいなって納得できたんですけど、今年ねどれ行くんだろうということで、ちょっともうちょっと悩みたいと思いますけども、これ今年も外国の車かもしれないね。BMW とかね、ボルボとかね、まあ、その辺来るかもしれないですねっていう感じがしております。皆さんのね予想もあったらぜひ聞かせてください。ということで、この1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはですね、今日はねアメ車の話をしたいと思います。アメリカの車ですね、アメ車です。
と言いますのもね、まあ先週の大きなニュースというとね、トランプ大統領がね、先週5日から7日の午前までですか、3日間ね、日本に滞在をしましたよと、ね、あまりに有名なニュースなので、皆さんもね、いろいろ気にされたかなと思うんですけども、その時にね、まあ来て早々だったか、こう、行きの機内の中ですか、この中でね、非常に不満を漏らしていましたね、ということで、何不満を漏らしてたかというと、こう日本とね、アメリカのこう2国間の貿易についてなんですけども、もうアメリカはね、巨額の赤字を抱えていると。で、対日貿易は自由ではなく、まあ、互恵的でもないと。で、不満をもう表明しまして、まあ、とりわけ何に不満だったかというと、自動車ですよ。自動車分野の貿易不均衡にものすごく取り上げてね、言及してきましたよと。ここでね、トランプ大統領が言った言葉がね、もう私ね、すべて表してるんだと思うんですけども、なんて言ったかというとですね、実質的に米国から日本への自動車輸出はないということを指摘してるんですね。もうね、すごいよね。もう具体的にその両国にとって公正な貿易交渉を始めるようにね、日本にこう伝えていくんだということを求めてきたそうなんですけども、まあね、このね、アメリカから日本への自動車輸出はないということで、まあ、本当そうですよね。実際そのアメ車って、まあ実際ね、現実問題としてアメ車は確かに日本に入ってきてますけども、まあその現行型のコルベットとかね、たまに見ますし、キャデラックのエスカレードとかね、あの手の車が好きな人はまあお乗りの方は多いですけども、まあ、だけど、まあ、フォードはね、昨年の12月ですか、日本から撤退しちゃったし、本当に一部のアメ車好き以外は、アメ車に乗ってる人って、周りにあんまいないですよね。その見かける輸入車といえばね、アウディだったりね、フォルクスワーゲンとか、ベンツ、BMW が、あとボルボが大体最近だと主流ですよね。なので、まあ、ほとんどね、日本で走ってる輸入車ってヨーロッパなんですよね。なので、アメリカから来てる車じゃないということで、まあ、このね、トランプ大統領の発言はかなり本質ついてるなということで、あ、うまいこと言うなと。いや、本当にアメリカからね、車輸入してないに等しいなということを、改めて私も感じたんですけども、でもね、現実問題さ、アメ車なんて別に乗りたくないよね。テスラ、ぐらいじゃないかな、日本でも売れるとしたら。テスラはまあ EV だからね、日本でもこう、目が出そうな感じありますけど、まあ値段が高いんでね、まあそれ以外だと、ね、今更そのキャデラックとかね、ちょっと、まあ一部マニアックなね、人だと乗りたいのかなと思いますけども、まあ、キャデラックのセダン、ね、あとクライスラーとかの、今 300C じゃん、300S ですか。あの手の車、だってね、300S だって570万ぐらいするでしょ？300S で570万するんだったら、まあ、BMW に行くわな。っていう感じでね、まあ、一部のアメ車好き以外は、アメ車に手出さないですよね。でもこの、ね、日米のこの貿易不均衡っていうのはすごく根が深くてですね、輸入しないとその公正な貿易にならないということで、70年代とか80年代にね、あとまあ、スーパー301条みたいなのが出てきちゃうと、まあ、せっかくそのね、安倍晋三さんとね、トランプ大統領の良好な関係もね、崩れかねないので、なんとかね、アメ車にね、乗っていただけるとね、日本としても嬉しいんじゃないかなと。で、アメ車が売れるようなね、アイデア考えていかなきゃいけないんですけども、まあ、具体的にはもうね、うんと面白くない話ですけども、輸入の規制の緩和するしかないですよね。関税取っ払って安い値段でアメ車売っていくしかないですよね。だけど、かなり安くないと、アメ車にね、消費者も飛びつかないと思いますよ。だって国産だっていい車多いですし、同じ値段だったら国産買っちゃいますよね、今の日本人だったら。これがね、ヨーロッパ車、欧州車だったらヨーロッパ車買っちゃうと思うんだけども、アメ車じゃね、相当値段の面では安くしないと飛びつかないですよね。ライバルにならないので、だから競争力がないんですよね。本当テスラぐらいですよね。なので、まあ、このね、日米の貿易、特に自動車関係の貿易赤字はね、かなり大きな問題で、まあ、アメ車が売れたら嬉しいんですけど、実際無理なので、だけど日本としてはなんとか対策を取らなきゃいけない。じゃあどういう対策を取るかっていうと、アメ車を強引に輸入するってことがね、多分ね、これ厳しいと思います。だって輸入しても売れないからね。ってことはね、フォードももう日本にいないしさ、日本法人なくなっちゃったし、なので、じゃあ日本はどうするかと。ね、違ったものを買うんでしょうね、アメリカから。例えば飛行機じゃないですか、ボーイングから飛行機買うんでしょうね。それで、まあ、自動車の方では、ね、こう貿易不均衡だけど飛行機買うから勘弁してねということで、日本としては、まあ、JAL とか ANA とかね、あの辺りでちょっと政府の補助金とか入ったりして、まあ、飛行機買うんでしょうね、ボーイングから。
まあ、そういった感じがもう、ね、見え見えですよね。現にあの中国もね、ボーイングと、ね、370億ドルかなんか購入する契約したらしいですし、あとは中国もこの同じような、ね、問題突きつけられて、中国お金ありますね。まあ、総額でね、2500億ドル、約28兆円アメリカから買い物するということで、アメリカを納得させましたからね。なので日本もね、まあ、車は買えないので、何か違ったものをアメリカから買うことで、なんとかね、ご機嫌を取っていくのかなと思います。何を買うのかっていうのを今後ね、ちょっと注目したいと思います。というわけで、今回は、アメ車の話、こちらをしました。はい、それではエンディングになります。私ですね、週末にタイヤ交換を終えまして、いつ雪が降ってもいい状態になりました。まあ、こうなるとね、すごく安心ですね。雪の降らない地域にね、お住まいの方ですとあまりピンとこないかもしれませんけども、雪国はね、ほぼ半年ごとに夏タイヤとね、冬タイヤ交換するわけなので、そのね、雪がないとこだとね、無縁、タイヤ交換無縁だという地域もあると思うんですけどもね、まあ、こればかりは本当に、ね、地域性出るなって感じがします。まあ、なんせ雪が降りそうな本当に寒い日が続いていますので、私のね、まあ、自転車生活も、まあ、今シーズンはもうそろそろ最後かなという感じがしています。今年はですね、3月の終わりぐらいから私自転車乗り始めましてね、なんと7月ぐらいにですね、愛用してたシティサイクルですね、4年ぐらい乗ってたんですけども、結構ね、ご機嫌で乗ってたんですけどね、後輪が壊れるというトラブルに襲われましてね、今年ね、自転車をね、新しく買ったんですよ。その7月にね、あのね、39,800円、ちょっと微妙な値段ですよね。これよりもね、安いシティサイクルっていうのはね、声優とかでも売ってますしね、17,800円とかね、それぐらいで。なのでね、微妙にね、高いんだか安いんだか分かんないような値段の自転車、39,800円。これね、どんなの買ったかというとですね、通勤最速と呼び名がついてるですね、サイクルベース朝日っていうところの、自転車でね、オフィスプレスって、まあ、興味ある人ね、オフィスプレスってちょっと検索してほしいんですけども、このね、オフィスプレスの自転車がね、これがすごいわけですよ。まあ、通勤最速ですよ。なので、まあ、通勤用のね、カバンがこう、すっぽり入ると。まあ、ビジネスマンが使うビジネスバッグですね。あれのね、横向きのカゴがついてるの。なんで、横向きのバッグがスポーンと入ると。あとは、明るい LED ライト。まあ、当然、自動でね、別にライトがカチカチしなくても自動でついてくれたりするやつで、ダイナモもね、ハブの中に入ってるんで、全然タイヤが重くならないタイプですね。あと、大きめでこう、滑りづらいペダルだったりとか。あとね、極めつけはギアだね。ギアが21段というね、まあ、豪華装備で、まあ、タイヤもね、ママチャリとかと比べると若干太めでね、クロスバイクっぽい仕上がりな、通勤チャリということで、まさにね、オフィス最速仕様なわけですよ。で、まあね、ほんとこの自転車ね、今年ね、大活躍してくれましてね、雨が降ってなくて、やっぱよっぽどその何、遠くない限りね、大体私ね、自転車で行ってました。ほとんどね、夏場は車乗ってませんね。なので、ほんと自転車大活躍でですね、運動にもなりましたし、やっぱ楽しいですね。こう、気持ちも良かったしね。だけどもうね、最近も手袋だけ乗れないし、まあ、寒いしね。もうこの時期に降る雨はね、もう最悪ですね。もう冷たくて。なのでもうね、もう来週ぐらいで自転車はもう終わりかなという感じがしていますが、ね、なんとかギリギリまで、シーズンギリギリまでね、乗っていきたいなと思っております。はい、今週も聞いてくださいまして、ありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。